俺何やりたいかっていうと、俺なんかあのタコゲームってやつあるじゃないですか。分かった。オクトパスゲームってあるじゃないですか。なんかスクイットゲームってあるじゃないですか。なんか合ってますよ。誰かっていうと、なんかちょうど30日で、渋谷行ったらなんかあの調子乗ってる若者のクソ出せ気持ち悪いやつがいたから、仮装してた人がいるからクソ気持ち悪いなと思って連れてきたんで。分かった。あんまりそういう人たち大嫌いなんだけど、今日は怖いんだけど、なんか今日この2人で、炭酸を大さじおっぱい。かすった。怖い。ごめんなさい。わかりました。痛い。マジで痛い。ちょっと待って、マジ怖い。本当に怖い。無理や、これ。一回食べてみていいですか、これ。オッケー。このね、チンコみたいな。いただきまーす。分かったさっきな、舐めるとか言ってたね。そんな偏見がすごくあって、渋谷でハレム行ってる人なんてなんかセックス目的だと思ってるね。分かった。でも楽しい目的だよね、やっぱ。なんで違うの、楽しくないの、あれ。何ああ、おっぱい揉みに行ってるってこと。意味わかんないっていうこと。待って、マジでダメです今の時期、コロナ禍だし。ダメだよ。柔らかい、マジで柔らかい、これ。めちゃめちゃ柔らかいよ、これ。高校生のおっぱいみたいな。食った方がいいの多分。靴下だと思って履いてたら靴下じゃなかった。コーラー。